1932年頃クラエン三士郎から1939年4月6日は日本の政治家、衆議院議員、弁護士、会社役員。続籍は鹿児島県平民。鉄道政務次官、鉄道会議議員、南洋拓職設立委員、薩摩政治取締役などを務めた。薩摩国日置郡田伏村出身。鹿児島県平民。 瀬戸川理恵門の長男で、1876年、仙台、二郎の養子となった。元より冬ではない家庭であったため、少年時代より人生の苦を味わわされた。14歳の時小学校の先生となりその、報酬として、辞書三段をセフを送られた。1886年、大阪に出て、大阪海星中学館、31学校で学んだ。上京し、 明治法律学校で学んだ。しかし植えあって退学した後は上野都市管理に独学3年に及んだ。弁護士試験に合格して1901年に東京市神楽に弁護士事務所を開いた。1913年に神楽会議員に選出され、1917年には区会議長に就任した。1920年の第14回総選挙で、 東京の選挙区から出馬するが落選。1924年の第15回総選挙では、鹿児島一区から、声優本党公認で出馬して初当選。以後再選5回を重ねたが、所属政党は、同郷の常並武次郎と行動を共にしたため、民政党、声優会、昭和会と変遷を重ねた。この間に、岡田内閣で、鉄道政務次官を務めている。 実業界では、薩摩製治取締役を務めた。クラエンは政界においては有名な楽天家であったが、その過去は多く苦闘の連続であった。1923年の震災前までは、神田区猿学長に、堂々たる事務所を有し、司会においても、相当名を馳せ、また財をも積んでいたが、震災のため資産全部を失ってしまった。法律以外経済に、また哲学に、 造形非常に深く、法律事務をとっては、熱心と根節等を胸として信用が非常に厚かった。用局、佐藤、池花、休日に詳しく、多芸多た趣味であった。住所は、東京市下役池の橋長県町、同志神楽中猿楽町、同志赤坂丹後町、同志牛込区市ヶ谷加賀町。ありがとうございます。